マッケンジー・ダーンは、アメリカ合衆国の女性呪術家、総合格闘家、アリゾナ州フェニックス出身、ルーカ、チェックマット所属、UFC 世界女子ストロー級ランキング4位。アリゾナ州で、ブラジル人の両親のもとに生まれ、幼い頃は、両親の母国ブラジルと行き来しながら育った。ジップのエリントン、メガトン・ディアスは、 世界柔術選手権で準優勝した実績を持つ著名な柔術家であり、義母のルシアーナ・タバレスも黒帯の柔術家で、ダーンは3歳の頃から両親の下で柔術を学んだ。19歳の時に父から黒帯を授与され、アブダビコンバット優勝や世界柔術選手権連覇、世界農技柔術選手権無差別級優勝など、数々の国際タイトルを獲得。2015年の アブダビワールドプロフェッショナル柔術選手権では、自分より 40kg 以上体重が重いギャビ、ガルシアから勝利を収めて、無差別級王者に輝いた。2016年7月22日、レガシー FC58 で、総合格闘技デビュー。ケニアロサスと対戦し、3から0の判定勝利を収めた。インビクタ FC2017 年12月8日。 インビクタ FC26 で、ケイリン、メデイロスと対戦し、3R に腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。UFC2018 年3月3日、UFC222 で、アシュリー・ヨーダーと対戦し、2から1の判定勝ち。この試合を最後に所属ジムの MMA ラボを離脱し、 練習拠点をロサンゼルスのブラックハウスとチェックマットに移した。2018年5月12日、UFC224 でアマンダ・クーパーと対戦し、1R にリアネーキットチョークで一本勝ち。ターンは軽量時にストロー級の制限体重を7ポンドオーバーしてしまい、ファイトマネーの30%が没収され、123ポンドのキャッチウェイトで試合が行われた。 2019年10月12日、出産を経て1年5ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、ジョアンナ VS、ウォーターシンでアマンダ・ヒバスと対戦し、0から3の判定負け。キャリア初黒星を喫した。2020年5月30日、UFC オニ e SPN、ウッドレイ VS、バーンズでハンナ・シファーズと対戦し、膝十字固めで一本勝ち。 UFC で史上初めて足関節技を極めた女子選手となりパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年9月19日 UFC ファイトナイトコビントン VS ウッドレイでランダマルコスと対戦し腕ひしぎ十字固めで一本勝ちパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年12月12日 UFC256 で、女子ストロー級ランキング13位のビルナ・ジャンジロワと対戦し、3から0の判定勝ち。2021年4月10日、UFC オン ABC、ビトリー VS、ホラントで、女子ストロー級ランキング5位の2位のアンサロフと対戦し、腕ひしぎ十字固めで 1R1 本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。